はい、本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。私中日ドラゴンズ山井大輔は今シーズンをもって現役引退することを決意いたしましたので皆さんにご報告させてもらいます。特にファンの皆様には感謝の言葉しかありません。20年間本当にありがとうございました。はい、それでは山井投手代表質問公開です。お願いします。20年後お疲れ様です。ありがとうございました。時期的なところではいつ決断に至りどれくらいの時間をその決断に用意して何人くらいの方とご相談されたのかそういったあたりご説明ください。はい、9月の、末ですね、末かな、23日ですかね、名古屋球場の方で球団代表に呼ばれまして、今季限りでという話をしてもらいました。そこでどうするかというのは任せよと言われましたけども、今すぐもちろん、ありがとうございましたとも言えませんでした。その理由としては次の日に先発が自分の中での最後の試合というのがあってまずはファームのピッチングコーチにもローテーションをずっと1年間組んでもらってましたので、その感謝の気持ちも込めて最後までしっかり投げないといけないと、そこまではしっかりやろうと思ってました。でもし万が一自分の中で来年もどっかでとかっていう気持ちがあったりなんかした時には最終戦広島優だったんですけども投げてる時に何か力が湧いてくるのかなというふうにも思いましたがなかなかそういう気持ちにもならずエンジンもかかってこず何か一球一球をかみしめながらもう終わりかなというふうな気持ちで投げていました。誰かに相談するっていうこともなくですねある程度覚悟してやってきましたので家族や両親に相談することもなく自分で判断してやめますと球団の方に伝えました。その決断を最初にご家族ご両親にお伝えになった時の反応はいかがでしたか。やはりこの数年チームにも貢献できずなかなか思うようにもいかなかったところがありますし、家族の方はもう理解はしてくれてたと思います。両親もそんな感じでそうかみたいな感じで言ってくれたのででもそもそももう20年もやらせてもらったからよかったやろうと、そんな感じの会話になりましたけども本当にわがままを言った20年間で自分ばっかし自己中の20年間だったかなと思ってます。そんな中今年は2軍で7勝マークというところで、どういった気持ちでどんな思いでこのローテーションを持ってたんでしょうか。そうですね、もちろん開幕した時から一軍で投げるぞと、そういう気持ちでキャンプから過ごしてきましたけどもなかなかチャンスがもらうことができなかったというよりも
まあ、1軍で投げている選手たちがしっかり結果を残してたと、まあ、自分の入るところもなかったかというふうにも思いますし、ただ1回のチャンスはいつか来るやろうというふうな気持ちで投げてましたけど、まあ、20年目にしてプロの厳しさをまた改めて教わったというか、まあ、苦しいこと、辛いこと、楽しいことばっかりじゃないというのを感じた1年でした。まあ、でもこの1年は自分にとって辛くてなかなかしんどい1年でしたけど、今後の僕の人生に必ず役に立てるというか、自分の財産になる1年だったなと思ってます。まあ、苦しいことよりもポジティブに考えようかなと思ってます。現役20年です。はい、人生の半分をプロ野球界で過ごしてきました。はい、今思う引退を決断して今そこに座って思う率直な思いっていうのはどうですか？たくさんの人に支えてもらったなと感じてます。引退を決めてから報道されるまでに約3日間ですか、時間をいただきまして、お礼を電話でさせてもらった方もいれば、遅くにメールでさせてもらった方もいますし、報道してから僕の、まあ、連絡不足といいますか、まあ、そういうのもあって遅れた方もいますけど、20年間また野球を始めてから今まで たくさんの人にお世話だったなと思いまして、もう いろんな方々が携わってくれたと思いますが、もう本当にその自分一人では何もできなかったと、感謝の気持ちしかないと、今になってその皆様のありがたさを痛感しているところであります。プロデビューから日本一、最多勝、そして現在で先発もあれば中継ぎもあっていう中で、ご自身のプロとしての投手人生というのは今どんなふうに感じますか？いやもうこればっかしはいろんな20年間でしたけど、まあ怪我もして、まあプロ1年目のキャンプから大捻挫をして怪我して、そこからのスタートなんですけども、怪我あり、投げれてるのにもかかわらず一軍に上がれない悔しさ、投げれば打たれる、時には皆さんの記憶にも残るようなピッチングにもなったこともあると思いますが、まあ、これが山井大輔のピッチングだったなというふうに思います。まあ、どういうふうに表現していいか分かんないですけども、山あり谷ありの人生、本当に二重丸、花丸をあげたいなと思うぐらい山井らしい生活が送れたなと思います。家族の監督と共にプレーをされてきました。はい、ご自身の中で、まあ、分岐点になった方、自分が一番輝けた監督、印象に残っている監督はいらっしゃいますか？いや、もう全員ですよね。まあ、この監督っていうよりも6人の監督にお世話になりましたが、皆さん本当にいろんなことを教えていただいて、
優勝経験もさせていただきましたし、 B クラスも経験して、本当にもうこの方とはやっぱ決めれないですけど、まあ、入団をした時の山田監督もいれば、優勝経験させてくれた落合監督もいるし、まあ、情熱を教えてくれた高木監督、野球の厳しさを教えてくれた谷繁監督、人間味のある森監督、まあ、勝利にこだわる与田監督、まあ、いろいろ、たくさんの人に、プロ野球というものを教えてもらったなと思ってます。まあ、未だに、そして今後も山井大輔の代名詞のように語り継がれるであろう日本シリーズの完全リレーというのは、ご自身の中では今振り返るとどんな一日、どんなピッチングだったんですか？いやもうこれは僕がプロ入ってからユニフォームを着て満足するっていうことは一切ありませんでしたし、プロに入って優勝するということをいつも思ってやってました。まあ、そこに向けてやってきたことが本当に一試合になりまして、結果的に完全試合を岩瀬さんとリレーできたと。まあ、だからそこには野手の方もいれば、監督の方がもう監督、コーチ、スタッフ、皆さんがいるわけであって、それよりもファンの皆さん、多くのファンの皆さんが背中を押してくれたことで、あの一瞬が生まれたと思います。まあ、あの試合に関しては本当にドラゴンズファン、テレビで見てくださった方、現地におられた方と一緒にあの瞬間を味わえた、それだけの素晴らしい、忘れることのできない一日一試合です。日本一を知る選手が、まあ、これでやめとして最後ということになるんですが、はい、強かった時のチームと現状をどうしても比較してしまうような部分もあったかもしれないです。はい、若い選手とこの1年過ごしてきました。今のドラゴンズに何か感じることはありますか？いやもう今のドラゴンズに感じることですか。どうですかね。今年1年間僕ももちろん一軍昇格目指してやってきましたけども、なかなか思うようにいかない1年でしたけども、まあ、その中で本当に若い選手たちの才能、身体能力、力っていうのを改めて感じたところでもありますので、その選手たちがもっともっと上を目指してほしい。何か今年は少しだけ選手たちが俺はここでいいっていうふうに感じてしまったところが少しだけあります。なんかそうなってほしくないと。一軍の選手をもっと脅かすように、なってほしいし、仲良し小良しでいるなよというふうな感じもちょっと思いました。まあ、少しちょっと前とは今はやっぱ違う、まあ、僕が年を取ってしまったからそういうふうに感じるかもしれませんが、まあ、強い時のドラゴンズのようにもっと熱くなってほしいなとは思います。まあ、
まあ、第二の人生、まあ、あの繰り返しにはなってしまいますが、この1年2年この数年ファームで生活したことがすごい多かったんですけども、この経験知識を無駄にしないように、まあ、今後の人生はまだ何も決まってませんのでどうなるか分かりませんが、どのようなステージに立ってもこの経験を生かせれるようにもうしていきたい、もうそれだけです。まあ、また機会があればまたユニフォームを着て今の若い選手たちと一緒に汗を流したいな、良くなってほしいなっていう気持ちはありますので、また指導者という形に戻れたらなとも思いますけど、まあ、そればっかしは縁もありますので何も言えませんが、もうまた指導者になりたいなという気持ちあります、やっぱり。はい、で13日、はい、引退セレモニーという形で、はい、プレイヤーとしては最後のバンテリンドームになります。はい、どんな姿でどんな言葉でファンの皆さんとお別れをしたいと思うんでしょうか。まあ、今はもう本当にできる今の自分を見てもらいたいと、もう最後の登板になりますので、まあ、しっかりと今の現状を皆さんに見てもらって目に焼き付けてもらいたいなと思うだけです。はい、最後に20年、はい、多くのドラゴンズファンの皆さんが熱いご声援をくださいました。はい、最後にメッセージをお願いします。お感謝ありがとうございますっていう、もうその一言しか本当にないんです。マウンドの上でマウンドの上に行くのが怖い時もありましたし、マウンドの上に立ってファンの皆さんの大きな声援が背中を押してくれて、一生懸命一生懸命こう頑張れよっていうメッセージを本当にたくさん受けましたので、まあ、本当にその声援がなければここまでプレーできることは本当になかったと思います。20年間もやれたことは本当球団にももちろん感謝しています。ファンにも本当に感謝します。もうありがとうございました。もうその一言です。はい、では放送代表以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いいですか。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。